ゴンド族ゴンド族は、デカン高原中部から北部に居住する、先住民。人口は300万人から400万人で、先住民では、インド最大の民族である。プロトオーストラロイドに属し、ドラビダ語族のゴーンディー語をイス。ドラビダ語は、ドラビダ文化の影響下にあった南インド全域に広く伝播している、言語系統の一つである。を、とした生活を営んでおり、 社会的には、不兄の血縁関係を軸とした集団である。地域による文化的内容の差異はあるものの、独自の地母神、忖度死後神を信仰している点が特徴として挙げられる。バスタル地方に居住する移動式の焼き畑農業を主とするマリアゴンド族とアディラバード地方に居住する定着農耕を主とするラージゴンド族に対別される。 ゴンド族がかねてより単一民族であったかどうかについては結論付けられていない。ヒンドゥー教のカースト制度に告示した関係制度を保持しており、ラージゴンド族がその頂点に君臨している。ラージゴンド族はクシャトリア出身であると主張しており、他のゴンド族グループやゴンド族以外の民族からも上下関係が明確化している。そのため、ラージゴンド族は 他の民族集団に対して水や食料を供給している関係を築いている。ありがとうございます。